皆さんこんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日は好天に恵まれたおかげで白熱したゲーム展開が予想されます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、見逃せない試合になりそうですね。こういう試合は新しい戦術を試したりするいい機会でもありますね。何を見せてくれるのか楽しみにしています。ホーム側としては攻撃重視の戦術を採用したいところでしょうが、チームの失点数は現在リーグワーストであり、思い切って攻めるのは難しいかもしれません。失点が多いとは思っていましたが、リーグワーストは反省した方がいいですね。今日のホーム戦はサポーターのためにも相手を0点に抑えるくらいの気持ちで臨むべきです。こちらがエバートンの先発メンバーです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。今試合開始のホイッスルが吹かれました。ポゼッションが相手に移ります。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。さてここでスタジオから情報が入ってきました。キャローロードで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがウルバーハンプトンワンダラーズに生まれました。これは決めたい。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。これはあるか。しっかりとブロック、ディフェンダーにクリアされました。これはオフサイドを取られました。受け手が最終ラインの後ろに戻れていませんでしたから、そうなりますよね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。ギルフィー・シグルズソン、トリストに渡った。デイビス、エバートン、ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。相手がブロックしました。しかし勝ち越したい。まだ攻撃を断ち切れない。決まった。キーパーのこぼれ球を見逃しません。しっかりと詰めていきました。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。危険な位置にボールをこぼしてしまいました。こういうミスは繰り返さないようにしたいですね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。危険な位置です。緊張感が増してきます。強烈なシュートでしたが、ボールは枠に飛びませんでした。かなり距離があったんですが、思い切って打ってきましたね。まあ何にしろもう少し精度がないと入りません。さてセルハーストパークで行われている試合に動きがあったようです。はい、
1点目のゴールがクリスタルパレスに生まれています。現在スコアは1対0、時間は18分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。エバートン、サイドのスペースが広く空いています。クロスはブロックされます。いいパスだ。これはナイスインターセプト。タックルを受けています。ポゼッションは相手チームに移ります。ジオゴ・ダロト、デイビス、ドミニク・キャルバート・ルイン、ボールを前に運びます。ここは打てるか。角度のないところからシュートを打ちましたが、これはゴールの枠に弾かれました。あまりにもコースがなかったようですが、いい狙いでしたね。メイソン・ホルゲート、シグルズソンに渡った。コランタン・トリッソ、エバートンフィニッシュまでも。ゴールは見えるか。入った。ゴール。これでリードは2点に開きます。映像が来ました。ここでオフサイドギリギリのスルーパスが通ります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。こうなると監督も打つ手が限られてきますね。かなり胃が痛いんじゃないでしょうか。おっと、相手へパスしたような形になりました。今のところポゼッションはエバートンが上回っています。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。ナイスタックル。ボールを取り返しました。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。インターセプトします。このパスは通りません。相手のチャンスを潰します。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。中央にクロスが入る。このボールは相手にクリアされました。イオビ、中にいいボールを送りたいですね。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールが出ました。コントロールを誤ったようです。デイビス、パスを戻します。シグルデソン、ゴール。エバートン、リプレイを見てみましょう。キーパーはよく反応したんですが、止めきれませんでしたね。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。アディショナルタイムに2分加算されましたね。ギルフィ・シグルズソン、ホームチームが相手にリードを許す形のまま前半が終了しました。チームの守備に問題があることは分かっていましたが、ここまでやられてしまうと厳しいですね。しっかり守れないと後半も試合にならないでしょう。まず一人一人の守備範囲と役割を確認し直した方がいいですね。
前半はエバートンがリード。いよいよ後半開始です。ルカ・ディニュ、ボールはシグルズソンへ。さてセルハーストパークで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがアストンビラに生まれています。現在スコアは1対1、時間は46分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。カウンターのチャンスが巡ってきた。まだカウンターのチャンスは終わっていません。あっとこれは危ない、クリアミスです。ここはなんとかしのぎきりましたね。ギルフィー・シグルズソン。試合の途中ですが、どうやら他会場で PK の判定が下されたようです。はい、ホームチームが PK を獲得しました。しかしシュートは入らず、シュートが枠を外れた後キッカーは大きく天を仰ぎました。スコアは変わらず1対1のまま、時間は54分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。シグルズソン、デイビス、これはキーパーのスーパーセーブ。いやーよくあそこに届きましたね。エバートン選手交代です。シグルドソンのコーナー、中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。キーパーが止めました。ファインセーブでチームを救います。ハメス・ロドリゲス、トリッソ、ドミニク・キャルバート・ルイン、 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、緊張はあったと思いますが、しっかりペナルティを決めました。それじゃあもう一度見てみましょうか。ゴールのど真ん中を狙ってくるとは、キッカーはいい度胸してますね。読み勝ちと言える PK でしょう。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。さてここでスタジオから情報が入ってきました。キャローロードで行われている試合でスコア、動いたようです。はい、2ゴール目がウルバーハンプトンワンダラーズに生まれています。スコアを記録したのはオリギ、ボールは枠に当たってゴールに吸い込まれました。現在スコアは2対1、時間は63分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。ここはインターセプト、しっかり予測していました。エバートンの次の試合ですがいかがでしょうか。次はリバプールです。プレミアリーグでの対戦ですね。これは面白い試合になりそうですね。ボールがこぼれる。ここでうまく対処します。さあ一気に仕掛けるか。カウンターのチャンスを生かしたい。コランタン・トリッソ、短いパスをつなぎ様子を伺っています。入った、見事にゴールまでつなげました。素早いパスで相手のディフェンスを翻弄してうまく隙をつきましたね。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてこのシュートです。
激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。クリスティアン・ノアゴール。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。おっと抜けそうですね。ポストだ。しかしあれが枠に当たるなんて運がないですね。アブドゥライエ・ドゥクレ。ハメス・ロドリゲス。ハメス・ロドリゲス、絶妙のスルーパス。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。これはあるか。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターへの対応が遅れているようです。いいクロスがファーサイドへ。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。さてセルハストパークで行われている試合に動きがあったようです。はい、2点目のゴールがアストンビラに生まれました。スコアを記録したのはベイリー。リフレクトしてコースが変わりましたが、ボールはそのままネットを揺らしました。現在スコアは2対2。時間は81分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きについてお知らせしました。コーナーキックを蹴った。ここはキーパーに任せます。アドバンテージを見ていましたが、ここで主審のホイッスル。このプレーはオフサイドです。コランタン・トリッソ。ジェンク・トセン。決定的な場面も作ろうとしましたが、ここは通しません。ハンドがありました。意図的ではなさそうでしたけどね。ここは通しません。ハメス・ロドリゲス、見事な視野です。チャンスかという場面でしたが、オフサイドの判定です。動き出しが早すぎましたね。狙いは良かったので、今度はタイミングを合わせたいところでしょう。このパスは通しません。ドリブルでの持ち込み。危ない場面でしたがカットしました。ここで試合終了のホイッスル。勝ち点は得られません。ホームチームの敗戦です。大差での敗北は悔しいものですが、こういう思いをバネにして奮起すべきでしょう。しっかりと修正して次の試合に生かしてほしいと思います。